ビルボードというのはカメラに対して静態するポリゴンのことです。大抵の場合は板ポリゴンですが、スーパーマリオ64の場合、この坂から転げてくる鉄球はビルボードで構成されています。鉄球の一枚絵がアニメーションなしで構成されています。同じようなビルボードがボムキングなどにも適用されています。これは目や王冠がモデルで表示され、黒い体はビルボードです。で、なぜこの話がエフェクトに入っているのかというと、パーティクル、つまり粒子やその他のものは概ねビルボードで表示されることがほとんどだからです。爆発を止めてカメラを動かした場合、一枚絵の構成がよく見えますよね。もちろん火の粉などの装飾は必要ですが、板ポリゴンということは描画コストは比較的安め、そして発光など実体を持たないものを表現するのにはビルボードはうってつけです。ちなみにスマブラにおける食べ物アイテムも伝統的にビルボードです。だからカメラを動かすとちょっとおかしな感じにはなる。 Y 軸ビルボードなどといい、 Y 軸の向きだけが、カメラの方向に向くような設定が可能ですが、間違えてエフェクトに設計をすると細い絵が出てくるなんて場合があったりします。今の精細な表現のゲームにおいてはビルボードの存在などほとんど感じられません。ということは把握も難しくなるということでもあるので、一応まとめさせていただきました。